はい、みんな、わしやで、熊五郎のおもちゃ箱へようこそ。さあ、今ちょっと緊急で動画を回しております。それというのもこちら、いや、来ましたね。僕のヒーローアカデミア一番くじ、紡ぐ力ということでね、こちらがとうとうラインナップされました。これがね、2025年4月26日にね、発売開始されるものなんですけどね、今回の一番くじは、まあ、半端ないですね。もう正直ね、A、B、C、D、ラストワン、全部大当たりの、そんな神クオリティの一番くじとなっております。ということで、ちょっとね、まず一人ずつ紹介してみましょう。まず A 賞、はい、緑谷いづく。いやー、これはたまらんね。ちょっとね、今、最近の一番くじの緑谷いづくってね、ちょっと目がギュワーってなってるやつがね、多かった中ね、この、ね、そういったエフェクトなしでこんだけ荒々しい表現ができるっちゅうのはかなりね、目が惹かれますね。これは本当にいいね。個人的には歴代の、デクのね、フィギュアの中で一番かっこいいんじゃないかっていう表情してますね。A 賞、これは青あたりですね。さあ、続きまして、B 賞、はい、爆豪勝樹。うわー、これはちょっと良すぎませんか。これはあれやね、爆豪くんがちょっとね、瀕死の状態になるときにね、俺、サイン欲しかったんだよなってね、ちょっと回想するシーンですよね。これね、何がすごいってね、爆豪勝樹の制服のフィギュアってあんまりないんですよね。ヒーローコスチュームもね、多いんですけどね。またこのね、劇中再現、劇中っていうかな、もともとの再現力がすごいですね。この表情、これは大当たりですね。またね、結構、ヒーローカードのね、再現もかなり細かいですね。これマジかって感じのクオリティです。そして、次行きまして、C 賞！いやー、みんな大好き。努力の男、エンディバーということでね。いやー、このエンディバーのこの悲壮感、たまんないですね。いやー、このゴリマッチョ感もいいし、この表情ですよ。なんていうかね、この危機迫るね、傷の男。これはたまらんよ。画像を見る限りではめちゃくちゃクオリティいいですね。これも大当たり枠ですね。ちょっとね、顔面さらしてるエンデバーのね、フィギュアもかなり珍しいですよね。さあ、そしてね、D 賞で、キューフォークス。このフォークスは何がいいかって、ポージングが良すぎますね。めちゃくちゃかっこいいな。本当にこのね、今から剣を抜き去るっていうところのシーンでしょうけどね、もう危機迫る緊張感がフィギュアからひしひしと伝わってきますね。これも欲しいな。まあ、正直ね、 A、B、C、D 全部当たりですね。さあ、そしてこれがね、僕たちを修羅の国に誘う恐ろしきフィギュアで、ラストワン賞はアーマードオールマイト。いやー、正直来ると思ってたんやけど、まさかラストワン賞で来てしまうとは。あー、ラストワン賞が一番大変なんですよね。でもね、このたまらんな、アーマードオールマイト。あえてちょっとね、この横からのアングルで撮影してるのがすごいですよね。自信の表れでしょうかね。もう本当ね、どの向きで飾っても絵になるような、そんなフィギュアですね。これはたまらんぞ。情報量のお化けじゃないですか。まあ、ということでね、今回のラインナップはね、本当に A から D、ラストワン賞にかけて全てが神クオリティです。いやー、これはね、皆さん、ね、発売日が4月26日の土曜日ですからね、ちょっとね、戦いに備えなきゃいけませんね。しっかりと今から貯金をしてお金を蓄えていきましょう。ということでね、本日はね、ちょっと僕のヒーローアカデミア紡ぐ力の一番くじの紹介の動画でした。ではまたね、私も4月26日は頑張って引きに行きたいと思いますので、戦いに備えていきましょう。ということで本日の動画は以上で終わります。
また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。